スタイル3は、今月、三宮の方に行きますけども、あさって僕はソロでですね、新横浜のリットというところで、バンド形式で、コンサートを行われますので、なので、スタイル3もソロの方もハロウィンのね、感じでちょっと大阪とあさってハロウィンのような曲も入れていこうかなと思ってますんでね、季節に合わせたバイオリンとコントラバスのサウンド楽しんでいただければと思います、花に雷と書いて花雷というロックな曲お楽しみください。
はい、皆さんこんにちは、スタイル3と申します。よろしくお願いします。この、ステージがラストのステージですね。はい、4回目のステージですけれども、はい、楽しく1時からやってきましたけれどもね、だいぶお日様本当に落ち着いてね、いい感じになっています。はい、失礼しました。はい、4曲ほどねお届けしたいと思いますけど、まず1曲目、ルミエールというね、フランス語かな、で光を意味するね、壮大な感じの曲をお届けしましたけれども、いろんな曲があります。ポップインストユニットということでですね、今回激しいものとか、楽しい曲、そしてねバラードとかいろいろ取り揃えておりますのでね、ぜひお時間ある方ね、最後のステージ聴いててくれると嬉しいです。ステージ暑かったですけども、最後のステージは眩しいですね。そう、全然エースケ君の姿が見えなくて、僕多分僕今日一日でこっち側が黒くなったと思いますけども、はい、本当お日様のパワーは偉大ですけれども、はい、でもまあね、雨よりいいですね、本当にね。先月ちょっと雨で中止になってしまったのでね、今日はその分もね、ちょっと力入れてやっております。初めてって方はね、ぜひね、チラシ向こうの長机のところにありますので、スタイル3持ってっていただければ、スタイル3のチラシね、スタイル3持ってくっておかしいよね僕らどこに持ってかれるのって話です。はい、よかったら名前だけでも覚えて帰ってください。コントラバスとね、あとバイオリンのね、2人組のユニットです。コントラバスって言いますよ、これね、はい、チェロじゃないですからね、はい、ね、よく間違えられます。一つこれを機会にね、覚えていただけると嬉しいです。はい、では熱い曲をいただきたいなと思います。はい、イボクという曲です。お聴きください。Thank you.
います。